カール・マリア・フォン・ボックレトは、ボヘミアの作曲家、ピアニスト、音楽教師。ボックレトは、プラハに生まれた。ベドルジュフ・ディビシュベベルの下で学んだ後、1821年に、ウィーンへと移り、ピアノ・フォルテのための興味深く自由な幻想曲によって、大変に評判となった。ウィーンでの著名な門弟には、エドアルト・マルクス・ゼンがいる。ベートーベンは、 ボックレトを紹介する書状を書いており、また、シューベルトとは信仰を築いた。また、ショパンに影響を与えた可能性も高いと見込まれている。1828年、ボックレトは、バイオリンのイグナーツ出版ツヒ、チェロのヨーゼフリンケと共に、シューベルトの2つのピアノ30奏曲を初演している。ベートーベンが、ホンズマズコール男爵宛てに、 ボックレトを推薦した書簡に記載されている通り、彼はバイオリンにも相当の腕前を有していた。ボックレトは作曲家としてディアベリのワルツによる変奏曲集の第二変奏を担当している。79歳でウィーンに没した。ありがとうございます。